はい、ですね、今日は横手来てます。間に合ったな。すげえシュールな大会があって、たらい24分間で何周できるかっていうたらい耐久レースっていうのがあるんだよね。あと10分か、そうです。最初からね、見れなかったけど、でもここ横手のね、なんとか公園なんだけどね、これ確か花火を、大山の花火もね、ここの丘から見えるんだよね。なので、おすすめなところで、いろいろここ使い勝手いいね。やってるな。タライがいた。やってる。いる。タライをちょっと見に行こうか。もうちょっと近くまで行こうか。水や沼のコンディション。水や沼のコンディションってなんかあんのかよ。多分ぬるいと思うけど、いや、いいな。結構国際的に交流があるのか、たらいで。面白いな、このシュールすぎるな、この絵。もうちょい、あっちまで行こうか。時間はあと6分7分ありますので、さあ、この戦い、結果はどうなのか。並びましたね。いや、参加の選手よりも救助隊の方が多いな。見えてきました。頑張れ。最後の選手はゆっくり平泳ぎ状態でしょうか。手を、あ、少しお休みをされてますね。はい、今度、今ね、一番ね、最後ね、締めくくってやっている選手は、あれですよ、水草のね、水泳の花かな。胸をね、離させて、胸でやってますよ。楽しんでる。楽しんでる。紹介かけなくても今ね、誰かに楽しんでますよ。そうですね。こたれてますと、結構涼しげで楽しそうですもんね。ちょっと私だと思うんですけれども。頑張ってください。3位、4位も並びましたね。最後の選手はちょっと休憩って感じですかね。それはまた素敵。ゆっくり行きますか。その中、1位、2位はもう必死の戦いです。はい。頑張れ。4位は今順位が入れ替わりましたかね。頑張れ。あ、3位4位といっても何周ですから、この今の順番が数にはつながらないんですね。最終結果はしっかり後ほどお届けいたしますけれども、はい、何周まででかですので、はい、さあ皆様、残り5分20秒ほどとなってきました。選手の皆様、あと5分ちょっと、頑張れ。シュールだな。1位2位の戦いがこちらの方でございます。スタートはそうなんだね。上手、すんなりスッと乗っていただいて、さあ、課題のスタート来ますよ。行きました。なんか、皆さん慣れてらっしゃいますね。きちっと水量を保って進まれました。まだほぼ余剰一戦ですけれども、さあ、ちょっとお花びっくり、どんな形で行けば進むのか、模索しながらのスタートといった感じがありますが、ちょっと一人出てきましたかね。さあ、そういったコマーターさまでです。頑張れ。
第2レースの選手の方々は20代が4名様、30代お二方、お二方の方ということで、さあちょっと最後尾の方と先頭の方でこれで2メートルから3メートル差が出てきますでしょうか。第6位の方は最初からゆっくりのタイプでいこうかなという感じなんでしょうか。なんか言われたというような気がしますけれども、さあ、先頭、結構来ましたね、下げてきました。そりゃスローメイドだ。1回転してますね。一応下げてる感じでしょうか。さあ、頑張れ。いいな、これいいな。先頭、悠々と、車内の周りをゆっくり大きくスローグで、はい、水平を保ちながら、力を入れていないようにゆっくりゆっくり漕いでいかれる形を取ってらっしゃるようです。上手ですね。さあ、だいぶ少しずつ差がついてきました。先頭と2位の方。あまりこっちだったら、どうしようの難しくなるよ。ちょっと落ち着きながら。先頭の方と2位の方、もう5メートルぐらい差がついてきましたね。元ですかね。7番はまだ1回転されてますね。頑張れ頑張れ。先頭の方、調子はどうですか。素晴らしいガッツポーズで答えていただきました。7番の方、バランス取りにくいですか。そうですね。台の中央部で、台を水平に保っている選手の方と、台がだいぶ前の方に傾いて、なかなかちょっとバランスが難しいという選手の方と、これまた本当に難しいんでしょうね。先頭の選手の方は、このゴールの傾くところを通過しようとしていますね。1位と2位の方、距離がもう5メートルほどになってきましたでしょうか。さあ、としまして、時間がもう5分以上経過したところであります。残り20分弱、まだまだ試合は続きます。頑張っていただきたいと思います。かぶってらっしゃるペットのスタイルも、スミナサタイプの方と、ヘルメットの方と、スポーツ帽子の方と、さまざまです。先頭は11番、小澤貴子選手、三郷町からお越しいただきました。だいぶ差がついてきましたよ。頑張り頑張り。2と3位がほぼ並びましたね。反対側来てみたけど、いやもう反対側はなんかこう見どころはこう橋の下で起こるらしいね。流れがないから進みやすいんだろうな。風でなんか水面が全然波立たないから進みやすいんだな。いやでもここいい公園だな。確かにこれもうちょい上の方行くとね、大山の花火を去年見たんだよ。大山の花火が見れるんだよな、大山まで行かなくても。だからなかなかいい場所ではあると思う。こっちからの方がよっぽど面白いな。マジきつそうだわ。すごいな。トップの選手が最後尾の選手を抜こうとしておりますね。お互い笑顔で挨拶を交わしていらっしゃいますが、ね、それぞれの姿で、ね、全力を尽くして頑張っていただきたいと思いますが、さあシュールなトップの小沢さん答えていただきましたけれども、すごい体力限界なぐらいまで頑張ってくださってますので、ありがとうございます。お疲れ様でした。素晴らしい戦いありがとうございました。 OK です。なるほど、あそこからスタート、はい、こっからスタートか。本当に大エースの選手の方々頑張っていただきました。このヘルメットと、ハッピーの正体が分かりました。JR に、はい、回転キーパーご準備大丈夫でしょうか。ちょっと待ってね、はい、 OK ですか。はい、では会場の皆様もご準備よろしいでしょうか。
それでは選手の皆さんいきますよ。第3レースカウントダウンを始めます。5、4、3、2、1、スタート。さあゆっくりと走り始めまして、タイムに乗り込んでいただくのもゆっくりですね。この辺りは慎重にといったところなんでしょうか。さあ乗りました。スタート切りました。あるようでありますが、この本人方はトライの安全です。はい、ですね、結構シュールなのがこう1時間半結構続くんだね。これでも結構あれ久々に平和なイベントに来れてよかったと思ってますね。で、次はですね、このすぐ近く2分ぐらいかな、漫画ミュージアムってあるんで、ちょっとその漫画ミュージアム行ってみます。